テレ東。ヘンリー王子ってじゃあどういう人物なのかっていうのを改めて。やはりですね、やっぱりしっかり者のウィリアム王子に対してやはりまあやんちゃな次男という勢いで、まあ、だからそれがゆえに愛されてきたというのもあります。ただ、まあ、あのウィリアム王子は一方、兄貴のウィリアム王子は割とまあ真面目で、女性遍歴もそんなにこう派手ではない、どっちかというとこうキャサリン妃と割と純粋にこう結ばれていったような部分が強い。ただあのヘンリー王子はかなりちょっと、まあ、女性と数多くの女性と浮き名を流して、まあ、かなりまあ遊んできたといいますか、まあ、あとパーティーピーポーみたいなところが、パーティーピーポーみたいなところがあってですね、あのまあ、大麻を吸っていたとかですね、もうあのタブロイドに抜かれたりとか、あの突っぱ抜かれたりとか、またあのナチスのまあ服装をしてドイツので写真に写ったりとかして、もう何やってんだとこのドラムスコアみたいなことを言われた時代もありました。ただまあやはりダイアナ妃をそのまあ本当に12歳の時に自分の母親を失って、まあ、しかもパパラッチにまあこう割れるような形で、まあ、もう小さい頃から常にもうカメラのフラッシュを浴び続けて、うね、もうダイアナっていうのはもうマスコミの前ぐらいから、そうですね、まあ、かなりマスコミにどんどん追われて、まあ、母親はもう本当非業の悲劇の死を遂げてしまったという中で、まあやんちゃだけどもうヘンリーもいつかは幸せにというふうな願いはまあ国民の中にあって、今回それで結婚してまあみんなお祝いをしたということはあったんですけれども、まああの昔はやっぱりそのダーティーハリーとかですね、言われてたり、やっぱやんちゃすぎたので言われた時期もありましたね。女性遍歴ってそんなに派手だったんですか？あのですね、まあ自分の兄貴のウィリアム王子のまあ奥様ケイト妃の妹のピッパさんという方をまあかなり言い寄って口説いたんじゃないかとも言われています。で、あとあのハリーポッターの、ハーマイオニー役のそうですね、エマワトソンさん、エマワトソンさんも、まあ、かなり言い寄って激しくアプローチしたともいうふうに言われていますし、あのとその当時はですね、世界で最も結婚したい男性という、まあ、メディアなどで言われていた存在でもありました。でそんな中でも、まあ、特にですね、まあ、あのヘンリー王子にとって特別な女性というのが、まあ、2人ほどいまして、そのうち1人がこちら、あのチェルシー・デイビーさんという方で、ジンバブエ出身の、まあ、弁護士やられた方、まあ、出会った当時はあの学生さんだったんですけれども、2004年から2011年までかなり長い期間お付き合いされて、南アフリカにこの方いらっしゃったので長距離、ね、遠距離恋愛だったんですけれども、まあ、かなりあの長い期間付き合ってましたし、兄のウィリアム王子の結婚式にもこのデイビーさん、チェルシー・デイビーさん連れて行ったりしてだということですね。ただチェルシー・デイビーさんはその結婚式に出てですね、あまりにもすごい結婚式なので、まあ、その女王陛下からいらっしゃるわけで、それはそうです、ね、これは私は無理よとちょっとドン引きして、それでちょっと王族になるのを躊躇したとも言われています。でもその場にね行くほどの存在だった、ね、はい、まあ存在だった、もう真剣交際してたと言われていますね。まあその後、まあ、結局はですね、やはり彼女もまあそういった重責は無理なんじゃないかということもあって、まあ、破局していったというふうにも言われています。そしてまあ次にまあ特に思いを捨ていたと言われているのがこちらの方、まあグレシダ・ボナスさんという方 で、まあ、イギリスの貴族出身のですね、まあ、あのモデルさんで、バーバリー のモデルなんかも務めていらっしゃった方なんですけれども、まあ、女優としても活動されていました。まあ、この方はやはりあのヘンリー王子の公務にまあ、同行したりして、もうこれは真剣交際、将来のまあ本当プリンセスになるというふうに見られてたんですけれども、やはりまああのプリンセスとしてよりも自分の人生、女優としての人生、自由な人生をまあ重んじたいということで破局ということになってしまったんですね。だからあの今回あのメーガン妃もあのまあロイヤルウェディングかなりあのなんていうんですかね、すごいきらびやかだったんですけれども、ヘンリー王子としてはもしかしたら今の妻メーガンもこのもういろんなマスコミに追いかけ回されて、まあ、今回の騒動、まあ、去年からもずっとそうでしたけれども、去年とかもう結婚した時する前からもずっとそうでしたけれども、まあ、いろいろと批判もありましたし、まあ、そんな中で彼女もやっぱり私はもう耐えられないわという、まあ、言ってたでしょうし、まあ、そういうのはやっぱり彼としても受け入れがたいということもあって今回決断した。それは今までの元カノの、遍歴も、まあ、元カノと付き合ってきた経験もかなりあったんで、共通する理由ですもんね。そうですね、やっぱりロイヤル、離れたという、そうですね、なのでただちょっと面白いのはあの面白いと言っていいかわからないんですけど、ヘンリー王子はあの結婚式にですね、この元カノ2人を呼んでるんですね。ああ、そうなんですか。はい、そうなんです。塩田さんどうですか、例えば自分のお子さん息子さんが結婚式に
元カノ、あれ息子、ちょっと待って自分の話か、自分の、いや、そうです、そうです、失礼しました、息子の話になっちゃう。千代さん的には例えば旦那と結婚された時に元カノ来てたらどう、ちょっとどういうことかしらかしらってなりますよ、続いているのかしら、ね、チャールズ、ね、皇太子もカミラ夫人を、あ、そうですっていうのがありましたし、ね、はい、ご存知ですね。あのチャールズ皇太子も実は自分の結婚式の時には、うん、カミラ・ボウルズ夫人が、うん、まあ、いた教会にいたとのもあって、うん、なんかこうやっぱり父と子のような穏やかじゃないというかのはありますよね、うん、なので、まあ、その時来てた2人の、まあ、彼女の夫人がこちらなんですけれども、うん、まあ、本当に着飾っていらっしゃってて、素敵ですね。そうなんですよね。だから、まあ、ここも何ですかね、現代的というか、現代的それはちょっと違うんです。呼ぶ方も呼ぶ方ですけど、来る方も来る方ですね。黒方というでもちょっとやっぱり呼ばれたら、まあ、行っちゃいますよね。ますかね。だって関係がクリアであればクリアであるほど、まあ、もう絶対に別に大きな顔してね、行けばいいという。どちらもその、まあ、いろんなキャリアとかね、あの、そうですね、チームあるわけですしね。まあ、ある種あの公的な行事的なね、うん、性格もあったのでということはあるのかもしれませんね、うんうん、はい、まあ、そういうところもまあ自由な2人で、まあ、自由を求めて今回決断をしたというのが、そしてエリザベス女王が即断したというようなのが今回の一連の経緯だと思いますね。本当に、まあ、イギリス王室の大概のこと、まあ、不倫スキャンダルからもういろんなこと慣れてるんですけれども、うん、今回のニュースは特にみんなが愛するヘンリー王子がゆえに余計に驚いて、しかもまあメーガン妃もかなり話題を振りまく方ということもあって、もうかなり報道過熱した、まあ、そんな期間でしたね。はい、いや、まだまだしばらく注目は続きますね、はい、そうですね、本当に最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。